こんにちは、日本テレビハイライトです。訪問様も変なおじさんもびっくりしちゃうような新番組が明日から始まります。その名も所さんの真っ赤なテレビ。月曜夜8時をしょって立つ所ジョージさんです。失礼しました。もう一回やりましょう。ちょっともう一回やってよ、お願いだから。炭水化物の取り過ぎたんだよ、これ。いいんだよ、それ取らなくて。音を当ててゆく匂いは残る、最高。残ってないよ、そんなに。はい、どうぞ。月曜夜8時をしょって立つところ、ジョージさんです。こんにちは、こんばんは。真っ赤なテレビ、いよいよスタートですよ。今日はですね、パイロット版っていうね、放送にならないものを撮ってるんですけどもね、放送にならないものにこんなに力入れちゃってびっくりしちゃいますよね。すごいセットですよね。後楽園ホールまで、後楽園ホールまで借りちゃってですよ、お客さん入れちゃってですよ、放送使う前にこんなお金かけちゃって、肌じゃできないですからね、これはね、びっくりですね。で、今あの本番使うんですよって言ってたでしょ。使わないかもしれないですよ、わかんない、生放送だから。それはね、やっぱその日の体調とかいろいろありますからね。スタジオに来たくないとなれば違うことになるでしょう。どんな番組かっていうのは、やっと見えてまいりましたね、私にも。みんなが力ずくでなんかやろうということがね、今日見えましたね。私もっとあのイージーに考えてたんですけどもね、生ですから1時間というとあっという間じゃないですか。ただいろんなね、例えばその辺でやりゃいいんじゃないかな、まあそうなっていくと思うんですけどもね。台本が合ってないようなもの、これはでもね、多分画期的な番組になると思いますよ。もうなんか独り言のように始まって独り言のように終わっていくというね、何だったんだろうこれはというような、もうチャンネルをそこに釘付けになってしまうと私は思いますね。何が起こるかわからない1時間、百聞は一見にしかずです。ぜひご覧ください。